せーの、みなさんこんにちは。朗読ドラノモンシーズン2第4回です。飛びました、飛びましたね、4回目。第3回目、前回の私が読みました。スタッフにちょっと読ませていただきましたが、今回は、私が朗読させていただきます。今回はね、水野さんが用意してくださった作品を朗読するということでね。はい、ドキドキしますね。いや、前回同様、意気込みを意気込み、ですね、今回ね、出てくるのがみんな女の子ということで、男がね、女をやるとどういう風になるのかっていうのとか、実はね、これ最後結構いい話で終わるので、こちらもね、聞いていただければと思います。そんなところですかね。はい、では、準備にしていただきましょうかね。はい、それでは、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チューリップ、新見南吉。学校の帰りに、キミコさんはお友達ののりこさんのうちのチューリップの自慢をしました。うちで咲いたチューリップはお花屋さんが売りに来るのより5倍も綺麗なのよ。あら、いいわね、とお友達ののりこさんは羨ましそうに聞いて首をかしげました。クレイヨンの赤とどっちが赤いか比べてみたのよ。そしたらクレイヨンの赤の方がずっと薄くて汚いの。あら、そう。うちのお母さんが言ってたわ。この花から口紅が取れやしないだろうかって。そう。のりこちゃんがあの花主制なさったら最優等よ、きっと。あら、そんなことありませんわ。昨日球根を埋めたんだけど、まだ2つか3つ残ってたから、母さんに聞いてのりこちゃんにあげてもいいわ。いただいてもよくって？きっと母さんいいって言うわよ。ちょうどその時、のりこさんのお家の前に来ました。それじゃ明日の朝持ってきてあげるわね、と言ってキミコさんはのりこさんと別れました。家に帰ってお母さんに聞くと、あげなさいとおっしゃいました。そして次の朝、のりこさんを誘いに行くとき、2つの球根を干しぶどうの空き箱に入れて持っていきました。のりこちゃん、とキミコさんは垣根越しに呼びました。するとのりこさんの代わりに、のりこさんのお姉さんが、はーい、と返事をなさいました。あら、と思っているとお姉さんが玄関から出ていらして、のりちゃんはお熱があるので学校へ行けませんのよ、とおっしゃいました。あまり驚いたので、キミコさんはチューリップの球根のことも忘れてしまって、そう、と言ったっきり何も言わないで学校へ来てしまいました。お家に帰ってから、キミコさんはチューリップの球根を庭のゆすら梅の陰に埋めました。そして春になって花が咲いたら、のりこさんにあげようと決めました。のりこさんはご病気が治らないらしく、1週間経っても2週間経っても学校へ来ませんでした。そのうちに寒い冬が来て、クリスマスが来て、お正月が来て、それから
とうとう春がやってきました。梢が見えないほど高い欅に細い芽がちょくちょく顔を出してきました。ある日、学校の帰りにきみこさんがのりこさんのお家の前を通りかかると、生け垣の中で声がしていましたので、隙間から覗いてみました。庭にはパジャマを着たのりこさんがお姉さんに手を引かれてそろりそろり歩いていました。縁側にはお母さんが立って見ていらっしゃいました。姉さん、もういっぺん垣根のとこまで行きましょう、とのりこさんが言いました。そんなに歩いてもいいの？と姉さんは危ぶまれました。でものりこさんがこんなに歩かれるようになったことが嬉しくてたまらないらしく、赤ん坊みたいに両手を取ってのりこさんを垣根の方へ歩ませてこられました。あら姉さん、とっても綺麗な夕焼けね、とのりこさんが立ち止まりました。姉さんも空を仰いで、本当、とおっしゃいました。姉さんの美しい目が涙で光っていることが、垣根の陰で覗いているきみこさんにすぐわかりました。きみこさんもなんだか泣きたいような気持ちになりました。もう10日も経ったらのりこさん学校へ行かれるかもしれない、と思いながら家へ帰ってみると、のりこさんにあげるはずのチューリップのつぼみが薄ら夢の陰でほころびかけていました。以上です。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。今回は田中亮太さんのということで、はい、どうでしたか？やっぱり自分がね、男っていうのはありますし、それでね、出てくるのはみんな女の子だので、確かにそうですね、2人とあとお姉さんが出てきてっていうので、そうだね、オール女子だったね。確かに今言われて気づきましたけど、自分の中でちっちゃい小学校低学年ぐらいの女の子ってどんな喋りするんだろうなっていう。いやでも可愛かったですよ。昔絶対僕小学校の頃、同世代の女の子の喋り聞いてるはずなのに、どうなんだって全然覚えてないんですよね。そうですね、改めて思うと出てこないですよね。そう、自分のことは分かるけど、あ、本当ですか？俺自分のことも分からない。え、自分が小学校の頃どんな風に喋ってたんだろう。喋り方、でもほら年代的に復習しようと思えばお家にほら動画とか残ってない。いや、動画は多分アルバムはあると思うんですけども、動画はない。ビデオとか運動会の模様とかぐらいしかないかもしれない。そんなに探したらありそうです。そっかそっか、なんか難しいね、そうするとね。そうですよね。そんなね、思い出話をしながらですけども、はい、今回僕が読んだのをもう一度タイトルだけね、言います。2回言ったりじゃない。何でしょうね、今のも。はい、じゃあタイトルお願いします。はい、チューリップという作品、新見南吉さんの作品でございました。はい、あの半田出身、北半島なんでね。あ、そうですね。半田の館ということで選ばせていただきました。記念館があるんですか？そうです。ありがとうございます。そうだったんですね。この作品は水野さんが選んでくださって、はい、僕が朗読いたしました。ありがとうございます。お疲れ様でした。そしてね、次回はラスト、はい、3番手は木下夏美さんが朗読してくれます。はい、お二人が素晴らしい朗読だったので、それにあやかって乗っかって私も頑張って朗読をお届けいたします。皆さん楽しみにしていてください。はい、はい、じゃあ次回ということでまたよろしくお願いいたします。
願いします。では、さようなら。さようなら。